皆さんこんにちは、リサポムです。今回もよろしくお願いします。今回はインパさんっていう人を探して訪ねて、東の山を越えて行くみたいなんですけれど、かかりこ村、このまま降りていいんかな。降りた怪我するよね。これでどこ向かったらいいんだろう。こっちかな。上はどこへ向かってるのかな。なんかいっぱいいてるね。ここ嫌いなところじゃない。嫌いなとこちゃうかと思うんだけど、違うかな。こうしてよいしょ、こっちにしようか。なんかすごい書き方した。琥珀よいしょ。なんかいってる。なんか水の音だけかな。あれは怖いやつじゃない？怖いやつ嫌。よいしょ。怖いやつ嫌。よいしょ。怖いやつ嫌やから。よいしょ。これで、よし。そこにヒーター入ってるとこあるなあ。なんか落ちてる。ここ。ここ？この下？穴か、穴か。大丈夫か。この下行けってこと？怖っ。行ける？なんか倒れてます？怖いな。どこ行ったらいいのかなっていうのは、黄色いのが出てるんだけど、ちょっと待ってな。これでちょっと、こっから見たらいけるかな。飛び降りてみようか。じゃあセーブしといて、セーブするした。こっからいけるのかな。怖いな、すごく怖い。よいしょ。
なんかすごいいびきみたいなの聞こえる。怖いよ。ハイラルの大地。なんか言ってるやん。怖いよ。よし。ハイラルの大地。とりあえず道沿いに行ってたら大…ん？何？怖い。恐ろしい音が鳴っている。え？何？え？なんか いっぱいいてない？向こうにもいてない？ちょっとここ怖いな。ちょっと避けて通ろう。多分城下町っぽいけどな。ほら、いっぱいいてるやん。怖いよ。チュチュチュ。あ、なんか落ちてる。どんぐり。うっ、あっ、あっ、よいしょ。よいしょ。えっ。よいしょ。こんな感じ？よし。いってないね。ボッココンボが壊れそう。どれかな？これかな？あら。でもな、まあ、頑張ってもらうしかないか。ここは怖いので。ここ行ったらいいのかな？よいしょ。あ、なんか行ける。鳥さんか。鳥さんは OK。ハイラル宿場町跡地。え、え、なになに？怖い怖い。え、なに？なんで？なんです？なんかでっかいのいてるで。怖いよ。あんな戦えないよ。死んじゃうよ。怖いよ。あ、なんか光ってる。なに？錆びた槍。大昔に騎士が使っていたと思われる錆びついた槍。長く風風雨にさらされたせいか、なんやろ、槍頭の痛みが激しく耐久度は低い。見つからずに穏便に行けないか。穏便に。え、まだなんか音するってこと？こっちにも行ける？行ってる。怖すぎない？怖すぎないない。死んでしまうのでは？東の行けるかな。あ、待って。あ、落ち着いて。で、これで。痛い。何？モリブリンっていうの？モリブリンの角。モリブリンの頭部から生えている立派な角。食べることはもちろん普通の料理にも使えないが、薬の材料としては重宝される。モリブリンの牙。モリブリンを倒して手に入れた牙、手に入れた鋭い牙。硬くて加工にも向かないが、虫と一緒に煮込むことで薬を作ることができる。待ってな。料理作ってから来ればよかったかな。してる。これを取る。ボコバッと、ボコブリンが本能のままに作った武骨なコンボ。当たりどころによってはかなりの威力で構えた盾を吹き飛ばすことができる。あ、両手剣ってことね。怖いな。何？でもこんなとこ進むなんて。うっ、にゃー、いた。これちょっと使いにくいぜ。よっ、よいしょよいしょ。よいしょ。ちょっと待ってちょっと待って。剣。いた。死んじゃうんじゃないか。これは死んでしまうのでは。食べ物。
といっぱい回復する。これを食べろ。急いで急いで。ちょっと死にそうではある。死にそうである。ピンチ。これをこれにするか。いっぱい食べる、いっぱい食べる。で残りをキノコ食べる。リンゴ食べる。リンゴキノコ食べる食べる。はあ、はあ、これ何。畑の桑。土を掘り起こし畑を耕すのに使われる農具。畑仕事に耐えられるような十分な作りをしており、使いようによって十分武器になる。いや、ありがとうです。木のモップ。床の掃除に大活躍する掃除道具。職人による手作りのため丈夫にできている。武器にしてもある程度戦える。まあ、もうこの際は錆びた剣。遥かな昔、名のある剣士が使っていたであろう錆びた片手剣。一応使えるがすぐに異なってしまう。ああ、壊れそうだ。これにしといて後でモップ使う。まあ、一緒やもんな。はい、ピンチ。料理いっぱい作っとけばよかったかな。怖いな。最寄り橋燃えてませんか。あ、火ついてるだけか。燃えてるわけではないのね。うん、敵か。夜も末だぜ。話す。嫌な予感には慣れっこだけど、今度の嫌な予感はいつにも増して。箸も、橋の上から箸も。お前見かけない顔だけど何者だ。リンクと申します。まあ誰だっていいか。独り言にも飽き飽きしてたしちょうどいいや。お前は地面から生えてきたもの見たか。チュチュ。キノコじゃないぜ。塔の話だ。あ、全然違った。塔の話だ。それもどうやらこの世界のあちこちで同じことが起きたらしい。昔の話はそれだけじゃない。昔からある錆びれた祠が急に光り出したんだ。わかるか。いよいよ夜も末ってことさ。まあそんなこともあってあれの様子を見てたってわけだ。いきなり動き出しやしないかなって。あれとは。あれって言ったらガーディアンのことだろ。ガーディアンって何ですか。お前ハイラルの昔話を知らないのか。あ、このタコみたいなやつね。あそこにあるのが見えるだろ。壺をひっくり返したような形のあれだ。実は俺動き出したあれに見つかって追いかけ回されたことがあるんだ。すぐそこのあれに。いや、そこにあるのとは別のあれだ。ここから城の方に向かう途中にある森の手前だったな。見つかると赤い光が飛んでくるんだぜ。ああ、これで俺もおしまいだって。さすがにあの時は覚悟したね。それでもなんとかギリギリ森に逃げ込むことができたんだ。すごいな。私あのビームで死んだよ。え、俺の運動神経が。いや、そうじゃなくてついてただけだ。ついてただけさ。どっちもあると思う。何でもハイラル城の周りにはそんなガーディアンがうようよしているらしい。お前も気をつけなよ。ありがとう。心配してくれるんだ。ここに祠あったね。気づかなかった。もうまっすぐしか見てないっていうことだね。ここは行けるのかな。どうしよう。とりあえずあの、うん、この周辺の塔みたいなとこ探して、あれかな、あれでちょっとマップをビーンって広げて。あ、ご機嫌さんだ。どうした。お前も話し相手が欲しいのか。何してるの。見回りだよ見回り。この橋は交通の要所だからな。魔物が橋に住み着かないに追っ払ったりとかいろいろ大変なんだよ。強ないぞ。何でも聞いてみな。話し相手になってるぜ。道を教えて。どこに行きたいんだ。ねかりこ村。かかりこ村ならあっちの方向だ。双子山の向こうに馬宿があるから、そこに着いた誰かに道を聞くといい。なんかもう目の前に出るやんがっつり。
ああ。何でも聞いてみな。話し合ってになってるぜ。あ、一緒ね。はい。ああ。ありがとう。お互い幸運を祈ろうぜ。うん、ありがとう。よし。ハート4つに増やしておいてもらってよかった。なかったら倒れてるとこだったよ。あれ怖いな。すごく怖い。この周辺に鍋とかあったらいいんですけどね。なさそう。あ、なんかいる。ミニス。あれは何だろう。ヤギさん。あ。わーお。ヤギさん。ヤギさん。あっち行ったガーディアンいるよ。危ないよ。お。あれは、モリブリンの、あれでは。まあ、まあ、今はもう、塔を目指そう。塔。塔、あれかな？塔を目指そう。とりあえず、塔を目指すんだ。もう話はそれからだ。怖い。死んでしまいそうだ。心臓が。あ、またヤギさんがいる。こんにちは。ヤギさん倒しといた方がいいんかな。いや。あ、逃げていった。だよね。そりゃそうだよね。あ、看板がある。あっち行ったらボリブリンたちがいるよ。最寄り橋双子馬宿。双子馬宿、こっちか。え、あー、ヤギさんがやられちゃう。あー、塔はこっちの道で行けるんかな。行けるのかしら。ドキドキ。どう目指したいのだが、どっちみちかは渡らなあかんし、なんか空いてるし、なんか空いてるし。キノコかな。キノコだな。怖い。え、何？怖いんですけど。何あれ？なんか草の化け物みたいなのがいる。うわ、怖い。何あれ？うわ。うわ。怖いよ。ああ。怖いよ。なんか変なのがいっぱいいるよ。あやぎさん無事だった？怖い。なんて怖いところなんだ。双子馬宿。双子馬宿。双子馬宿。ヤギさん、バイバイ。バゴバヤゴ。これか？絶対違うでしょ。あ、なにこれ。あ。あ。あ。よし。わ、泳げないでしょ、こんなとこ。流されちゃうよ。なんかそこにも草のやついるし。え、いける？ちょっと怖いな。でもここしか渡るとこないよね。諦めようかな。これは何だい？何だい？これが馬宿かい？料理できる。敵はいないか。敵はいないか。いなさそう。あ、お宝箱だ。
火打ち石、金属の武器で叩くと火花が出る携帯型の火種、薪の束を近くに置いておくと焚き火を起こせる。1回で壊れてしまうが冒険にはとても役立つ。へえ、どうやって手に入れるんだろう。お、武器だ。壊れそうだからこれを、あ、でも3か。じゃあこれを捨てて、これをもらって、これは何で壊れたかな、何やったっけ、これでいけたかな。よいしょよいしょ、あ、ダメでした。ハンマーかな、えい、何もない。ああ。捨てたやつ拾うか。これをこのこれを、あ、松明で、こうこうしてこうで料理作っとこう。なんだっけ、びっくりしちゃってよくは覚えてないんだな。ハイラルだけとリンゴとハイラルの草とキノコいっぱい使っちゃう。よし、料理。リンゴいらなかったかもな。おい、包み焼きキノコ、5、6ってこと。なんだっけ、なんで作った、記憶にございませんや。包み焼ききのこレシピ、リンゴ1個を、ハイラルダケを3つ、草1個で、ハートが5と6個、ハート6個か、いいね。じゃあお肉と草じゃけど、だけどお肉が足りない。手荷物、まあ一回いろいろやってみよう。パッて、あとはもうキノコでかさ増しするか。 OK。 チェーン、包み焼き肉と包み焼き肉、肉の旨味を逃がさないよう香りのいい山菜で包んで焼き上げた蒸し焼き。え、どれだ、これか。レシピ、ハート5と2つで7個、炭焼肉ハイラルだけかける3、ハイラルソかける1、もの肉かける1。ここでいっぱい作っとけば、もう倒れることはないでしょう、多分。で、そうだね。どんぐりはいつ使うんだろう。頑張りだけ、ゴーゴーだけ。うわ。キノコ3つしかなくて、お肉、お肉とリンゴとどんぐり、どうな、お肉とリンゴとどんぐりをいっぱい。まあやってみよう。はい。
串焼き肉、大自然の恵み、獣肉を豪快に焼き上げたジューシーな串焼き。串焼き肉、ハートが5と3つで8個。違います。レシピ、リンゴ1個、どんぐりかける3つ、鶏肉かける1個。リンゴとどんぐりはどこへ消えたんやろな。まあいいか。ハートを回復させるようなものってないのかな。まあまあまあ、ちょっとセーブをしよう。今回はここまでにしようと思います。次回もよろしくお願いします。またねー。